まあこれぶっちゃけた話なんですけどはいなんだっけい怖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 い間が怖いよ <laughs> どんだけぶっちゃける <laughs> あのー、ボンさん俺が東京来た頃俺のことを絶対嫌いでしたよね <laughs> 嫌いじゃないよ何なのそれ全然嫌いじゃないよ本当に嫌いじゃないよそれはいや その俺、梅原さんと東京来た頃に2人で飲んでる時に「東京どう?」みたいな話されてて「まあでもお前のことを何だろう嫌いっていうか苦手っていうかそういうやつはいるだろうね」みたいな話をされて「あー俺それ一人だけ如実に感じる人いるっす」っつって「それボンさんっすよね」っつったら梅原さんが「似合ってしながらそう」っつって。 じゃ、ね、これはね大いに勘違いされてるけど、はいあのー、別に嫌いとかでは全くないわけでも興味がないっすよねそうそうそう,うそうなよ、あのー、ああんか変なやつだなくらい <laughs> <laughs> なのよだからこれって別に嫌いとかじゃなくてなんか我感せずみたいな感じうん、うん、なんかちょっとやばそうなオーラもあるからまあとりあえず俺はいいやみたいな なんか梅田さんがそう感じるエピソードがなんかあったんですよ、ボンさんと。なんか、梅田さんが俺、河野結構ちゃんと練習してるよみたいな感じのこと言ったときに、ボンさんが、ああみたいな感じのああ、はい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 そういうエピがあったらしい薄く覚えてるけど、あの要は対戦会に出入りしてるじゃんみたいな。ははいい ことを梅、まあ、さんが言ってて、あのカーノはその、まあ、若手の子じゃ絶対一番練習参加してるしなみたいな。はい、で別にそれはもちろんそうじゃん。はい、そうなんだけど、あの当時ってあの今みたいなそのほぼ毎日対戦会やってますみたいな状況じゃなかったんだよ。あそうだったんだ、うん。で、なんだろうなその、もちろん参加はしてる方なんだけど。 じゃあ本当に自分に与えられた時間いつも練習してますかって言ったらやっぱそうは見えないわけ、うん、それはもちろんみんなそうなのよだって練習環境自体その時なかったからオフのねだったからそのいやまあ確かに出入りはしてるかもしんないけど別にだからそんな押せるとこなのっていうのは正直あったああそうだ結構 お前対戦会の頻度行く頻度すごいよねって言われること多いんですけどすごいよねみたいな感じで別にこれすごいことではないよなって俺は言われるたびに結構思いますねああまああのー、なんだろう対戦会に参加してるっていうのはすごい俺は価値あることだと思ってて逆にその勝ててないのに参加してないとかもう論外なわけようんそうですね うん、で別にさ、おのおのさやりたい練習ってあるから、はい、それを望んでいかないっていう選択をしてんだったら別にいいと思うんだけどその勝ててないくせにじゃあ、なんで俺勝てないんですかねはさすがに勘弁してくれっ思うわけ <laughs> いや、あるじゃん、そこにみたいな <laughs> 言われることあるんすかうーん,、あのーなんだろう、どうすればいいんですかねっていうのは聞く子はやっぱいるよね。あはははいはい、はい、うん だっって手っ取り早いじゃん自分にとってさいいいいなんだろう練習をさせてもらえるかもしれない質問だから結構軽い気分で聞きたくはなると思うんだけどうん、うん、でもなんかもう答えって出てると思うわけそのいい練習とかそのどういう練習をすればいいかっていうのはまあ対戦会行ったらあの効率はわからんけど確実にうまくなりますからね そそうそう,そうあのー、出入りしてる人間がみんな活躍してたじゃない、うん、もう去年もそうだし一昨年もていうか今まで活躍してる人っていうのはまあ基本的にはやっぱすごいちゃんと練習してるよねそうですね絶対みんな対戦会に来る頻度がすごかったですよね活躍してた人はだ,、ね、だ俺この業界のすごいいいなって思うのはそういう人たちがちゃんと勝ってるじゃないあそうそれはなんか俺すごいありがたいなって思う あーなんか報われてくれてるのを見るとやっぱいいよねなんか手本になってくれてますよねそう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 だからなんか一番活躍してる時亮さんが一番出席率、うん、対戦会の出席率が高いっていうのもなんかすごいいいことだなって思うしうん,うんそうだからその出席できてなくてもさやっぱやってるわけよ陰でああはい例えばオンラインやってたとかさうん もちろんそのどっちかに偏るのって絶対にいいわけじゃないからはい、はい、オフの対戦会だって1日やっててもまあ6時間7時間じゃない、うん、でじゃあ1日6時間7時間しか練習できないかというとそうじゃないしさ時時間7時間その場所が空いてても6時間7時間対戦するわけでもないじゃないまあだいぶ空きますよね6時間その場にいたとしたら実際対戦する時間多分、うん 二時間とかちゃいます。それはない。そうだよね。ほんで時間に直したら多分そんなもんじゃない。そうですよね。効率は対戦できる量は絶対オンラインの方が多いはず。多いよね。まあその代わりオフラインっていうのは課題を持ってちゃんとそれに課題をクリアするための場所じゃない。なんかボンさん毎回オフ対戦会来るときはなんか課題があって来たなって感じしてましたわ。なんか毎日来る相手でもなくちゃんとやりたいことがあって今日多分来たんだなって感じがしてたっす。うん まあそうだねやっぱ有限だから時間は時間はその限られてるものだからある程度その何も考えない対戦ってやっぱ本当俺意味ないと思っちゃうからだったらやっぱ少しでもねせっかくその場にね片道1時間かけて行くんだったらさすがになんか身につけて帰りたいって思うのは心境だしそっかボンさん住んでるとこ遠いのか。 もう今なんて1時間じゃ効かないからねもうちょっとかかっちゃうけど <laughs>、うん、そうなんだまあまあまあでもねやっぱりオンラインはさ気軽にやれる分やっぱ入ってくる情報量も少なかったりするからああはいてかもうさすがにこんな5年目とかになるとオンラインで得られる情報って減ってくじゃない減ってきますね、うん、だからもう本当にキャラ対策とかをするときに まとめてお願いしてやってもらうとかをしたときはオンラインもすごい需要あるんだけど俺はねでもやっぱりその何も感じないでやってる例えばまあランクマとかは本当に自分のミスをただ減らすだけの作業だからあ確かにミスを減らすための対戦やなランクマは確かにそうなんだよねまあでも実際さミスを減らすっていうのが大会で勝ち上がるためには一番大事だったりするんよね うん、だからやっぱ無駄な練習はないっていうことでやるんだけどまあでも実際身についてる練習をやってる方が楽しいしさ実際の対戦自体がね楽しいですねだからやっぱサブキャラやった時に楽しいのは結局成長自分の成長が分かりやすくて発見もすごいあるから楽しいんでしょうねああそうだねサブキャラ楽しいよね最初やってる時楽しいそうでもやっぱり本当は本キャラで強い人とやってる時が一番楽しいよね これなんかやっぱ格ゲーの醍醐味でもあると思うんだけどすげえんかお互い全力を出し切ってちょっと勝ったみたいな時が俺は一番格ゲやってて楽しいんだけど <laughs> そうですねなんか俺格ゲー始めた時に対戦相手と会話するみたいなことをなんか<ー>そう格ゲー攻略とかで調べたら出てくるんですよ。<laughs> ランクまで対戦相手と会話ってはっ <laughs> みたいな <laughs> 最近ようやく会話っていうのがまあ分かってきて,てう何を考えてるか分かってそうなんよね確かにそういうのはやっぱオフのああいう環境じゃないとなかなか得られない感覚よねなかなかねオンラインのラグラシードとかと対戦して会話もクソもねえだろうって思うんですよ <laughs> ランクマなんてさだって「こんにちは」とか言ったら「昇略拳とか言って殴ってくるよ <laughs> 挨拶してるだけなのにさ起き上がりで「<laughs> あじゃあ初見なんでちょっと投げときますね」みたいな「<laughs> どうも」って言ったら「うわ <laughs>、ふざけんなよ!ってって」とかいきなりなんか殴りかかってきてさ <laughs> それはもう無理だよねそうなんですよねそうだ結局さ一人終わりになっちゃうよねそういう考え方はあ<ー>全くお互いのことを知らない人ともう全てを分かり合いたいって言ってさ、はい、あの 思思っても片思いな部分だから向こうはそんなこと思ってないことの方がさ多々あるわけでそうっすね、うん、やっぱさ世間話とかをした相手だったらさある程度なんか常識も持って接せれるというかさ <laughs> あだかまあ実際そうっす、ね、ですよねうーんそう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 なんか嫌じゃんだってこんないきなり毎回勝利を放してるよね <laughs> みたいな。 せっかく対戦を何回もやっていく中でさなんか困ったら勝利を打つよねとかって言われちゃうと嫌じゃない,い、ね、特にこうやってさ仕事にしてる人たちからするとそういう感情がつもりに募ってってなんか核ゲーマーとして成長していくみたいなところはやっぱあると思う,から,うだからできる限りそういうオフの環境がある人たちは参加した方がいいんじゃないって思うよねより良い ゲームの楽しくゲームができる環境を作れるんじゃないって思うかな。